映画、運命じゃない人、ノルウェイの森や、NHK 連続テレビ小説、花子とアンなどで知られる女優の霧島玲香、43、が、15日放送の、フジテレビ、僕らの時代、日曜前 7.00 に出演。離婚していたことを明かした。私、一回、結婚しているんですけど。本当に、稀に見る円満な離婚。私たち、解散と言っているんですけど、と告白した。お相手や時期などは不明。共演した牧田スポーツ45は解散。バンドですか?とツッコミを入れ、霧島と親交がある菊池凛子34は、だって、霧島と元夫は未だに親友ですよ。すごい仲いいんですよ、と証言した。霧島は活動期間は6年。でもね、結婚して一緒に暮らしてから、おや、っていう感じにはなってきたかも。やっぱり、お互い油断するじゃないですか。そしたら、お互いを見なくなってきたりだとか。自分自分みたいになっちゃって。そこから徐々にすれ違っていったのかなって。これが原因だというのはなくて、と結婚生活が6年だったこと、破局に至る経緯を明かした。現在は恋はしていないですね。したいですね。そろそろ年、愛情というものを間違えていたんですよね。いろいろ。過去を振り返ると、ある程度、手放すことが愛情だと思っていて。次に恋した時は、ある程度、手放して。腹8分ぐらいができたら、ちょうどいいんだろうなって、と恋愛感を披露した。ネット上の声は、円満離婚とか解散とか言うてるけど美化しすぎだと思う。離婚に円満とはないと思う。結婚して一緒に暮らしてから、おや、っていう感じにはなってきたかも。結婚して一緒に暮らしてりゃ、そんなの当たり前。詳しくはわからないけど、お互いに対して、不満などのマイナス要素がない結婚生活はない。ほんと、芸能人は簡単に離婚するよな。離婚や引退の話で、その芸能人の存在を初めて知る。ってあるよね。結婚って現実だからから。鼻くそもほじるし、おならも出る。そばにいるだけで、イラッとする時もある。おや。なんてこと気にしていたら、解散は当たり前だわ。知らない人やけど43にしちゃ若く見えるな。知らない人やけどな。それは結婚じゃないと思うよ。円満離婚という人はいたけど解散ですか。ああ、そうですか。今でも親友ですか。よかったですね。かっこいいで、しょ私って感が見え見え。結婚って恋愛時代とは違うでしょ。いい年して何言ってんだかね。後相方って言う人がいるけど、あれもちょっとね、って感じ。芸能人って美化するというか、くだらない表現するよね。二人の問題だからね。円満だったら離婚しないと思うし、こんなに軽く離婚するんなら、最初から結婚なんてするなと。変わってる人なんでしょうね。離婚を解散というところがすごいわ。あまり結婚には向いておられないのかも。恋人作りはいいでしょうが、新たな結成、再婚は、やめた方がいいんじゃないのかな。という声が上がっていました。